リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。グッチャさん、信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に勝てた、捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ、俺がした選択で、みんな
せいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。待って、エレン。行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺して。エレンを。待て、落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。目的を一つに絞るぞ。まず女型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。
エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。まとめて相手して。苦戦してやがるのか。敵はエレンの救出だぞ。確実に救うために奴を疲弊させろ。うそ、また巨人が現れたのか。巨人を呼びやがったな。まとめて相手して。俺は先に奴らを倒す。ミカサ、お前は目方を追って足止めしておけ。了解。絶対に逃がさない。行く。おとなしくしてろ。なんでこうなるの。私このまま死ぬんじゃ。あなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。お前はあの時のエレンの馴染みか。そうか、エルヴィンの判断通り呼吸しておいて正解だったな。話しやがれ。俺は今女型の巨人を追っている。邪魔な奴らを排除してくれ。わかりました。私頑張ります。片付いた。次は女型だ。救援要請無視はできない。おとなしくしてろ。出てるってのに巨人に囲まれて動けねえ。おとなしくしろ。まとめて相手してくれ。体勢を立て直せ。周囲の巨人の討伐を頼みたい。はっ、お前ら全力で任に当たります。してやがるのか。おとなしくしてろ。俺の敵じゃ。行く。来た。何が起こってやがる。クソ、俺はどうしたら。やる。途中かっさばいてやる。おとなしく。無事なら手伝え。周囲の巨人を倒すんだ。
お前ら腹をくくれ。救援要請無視はできねえか。走り出すぞ。逃がさない。エレンは私が助ける。邪魔だ。おとなしく。本体を見失った。一体何が起こってるの。手を貸せ。周りの巨人の排除を頼む。リヴァイ兵長、了解しました。エレンは絶対に生きてる。絶対に生きて助ける。奴の回復が追いついていない。あと少しだ。了解。やる。おとなしくして。邪魔だ。早い。早すぎて味方が守る暇もない。そう暴れる。何度も削いでいられるほど時間がねえ。
してる。きっと動けない。殺せる。よせ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。エレン。メガタ。逃した。なんで、みんな、一体、作戦は？失敗した。今は休んで。もうじき壁につくから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話していることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか？死んだ兵士に悔いはないとお考えですか？今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。やれやれ。
心臓を捧げる覚悟できて。こんな。巨人の飯にも負けねえ。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミン、どうしてストヘスクに。兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか。このままじゃエレンは殺される。ウォールシーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。傷つくよ、アルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた2体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの二体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも一ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。
もういい。これ以上聞いてられない。雲、もう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。される前に奴を捕まえる作戦は失敗したようだ。女型の巨人を逃がすな。逃がせば調査兵だろ。いや、人類の敗北だ。やっぱり女型の巨人は兄だったんだな。やってやる。あいつ壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。いくらやっても巨人になれねえ。兄の巨人化で作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備しているはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろうけど、戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。直接は戦わずに、うまくハルシさんのところへ誘導するんだ。分かった。
ハンジさんだ。刃じゃどうにもならないよ。砲台を使って女型を消耗させるんだ。試してんのに、クソ、なんでだよ。目的をしっかりイメージしてないと巨人になれないんだっけ。まさか相手がハニだから迷いが残ってるのか。何も捨てることができない人に何も変えることはできない。俺はコニーか。エレン、女型の足を狙って動きを止めろ。そしたら俺が一発食らわせてやるから。作戦はどうなった？エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。厳しい状況だが、なんと。どうかするぞ。エル、まだ兄と戦うこと躊躇してるんじゃない。分かっているんでしょう。メガタの巨人が兄だってかと。じゃあ戦わなくちゃダメでしょう。なんでお前らは戦えるんだよ。仕方ないでしょう。世界は残酷なんだから。巨人にならねえのかよ。さっきからやってる。でもできねえんだよ。お前ふざけんなよ。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。こっち見ろ。待ちやがれ。
しやがれ。こっち見ろ。駆逐してやる。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。うわ、世界は残酷なんだから。
ミカサ、兄は…くそ、何なんだよ。ここまで来て頑張りかよ。アリ、出てこい。おい、卑怯だぞ。よせ、無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。
無事にすぐの神よ、おい、こそりゃ精子を分けるし、行くぞ。女型の今は前を向いて進め。やってやる。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。
この班の使命、そこのクソガキ、傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。巨人を足止めします。早い、奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。お願い、了解だ。了解。楽になるといいんだが、ここで時間を費やすわけには。
尽くしてやる。ありがとうございます。すぐに目標の巨人の方に向かいます。駆逐してやる。お願いします。ドーバス追加。了解。従ってやるよ。このでけえ害虫が来やがれ。取った。討伐追加。このでけえ害虫が来やがれ。どうだ。やった。来やがれ。取った。やっ。来やがれ。お願いします。ドーバス追加。了解。このでけえ害虫が。取った。お願いします。もっと殺す。了解。従ってやるよ。やってやる。このままじゃダメだ。駆逐してやる。手こずってる暇はないんだ。やった。このでけえ害虫が。お前らの仕事は何だ。
その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この春の使命は、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。了解です、兵長。この班の任務は何か開始じゃ。救援助かりました。追ってくる巨人を足止めします。早い、奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。このでけえ怪獣が。消してやる。
このままじゃダメだ。やってやる。どうだ。やった。仕上がれ。僕も仲間を。死ね。味方が戦ってます。早く援護しなければやられません。エレン、前を向け。歩調を乱すな。最高速度を保て。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。このでけえ怪獣が。お願いします。ここで時間を費やすわけには。どうだ。楽になるといいんだが。お願いします。落ちろ。了解だ。了解。に回って巨人を止めます。普通じゃねえやつが出やがったな。お願いします。了解。従ってやるよ。援護感謝します。後ろは任せてください。駆逐してやる。
このままじゃダメだ。相手にしてあの身型からエレンを守れるか。この敵で外周が やるしかねえ。行くぞ。また戦ってる味方がいます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろって。する理由が分かりません。それを説明しない理由もなぜです。それが分からないのはお前がまだひよっこだからだ。黙って従え。
害虫が。お願いします。了解。従ってやるよ。目型の…な、へっ、人類の未来のためだ。精子を分けるのは、はあ、
ソが、クソが。おっ、け、なんと。巨人が怖くて兵士が務まるかよ。何？行くぞ！出してないぞ。苦戦の演奏を確認しました。
反撃はこれからだ。来やがれ。やった。やってやる。誰も続く人がいなかったら、今までに死んだ人たちの命が無駄になる。どうだ。どうだ。おい、誰か手を貸しやがれ。来やがれ。どうだ。助かったわ。やるわ。助かったわ。やってやる。討伐追加。やってやる。当然の恩返しだな。昔倒れたお前をベッドへ運んでやったろ。もちろん覚えてますよ、恩人様。駆逐してやる。どうだ。取った。落ちろ。今度は人類の番だ。俺たちが巨人を食い尽くしてやる。ああ、その調子で私を助けてくれ。巨人は神兵の手に余り、食い尽くしてやる。
備します。やった、次は必ず勝ってやる。見たか、人類の勝利だ。村のみんな、これが次の任務は、そりゃ負けない。なんと、どの、今日は。家族のためにも。
行くぞ。
でけえ害虫が。どうだ、やっ、やがれ。どうだ、あっ、やった、やった、気を抜くな、食われたくねえだろ。やってる。助けられちまった。俺の立場がねえんだから。俺だって調査兵団の兵士として役に立ちたいんです。取った、飛ばす、追加、このでけえ害虫が。どうだ、このでけえ害虫が。やった、このでけえ害虫が。頼んだぞ、討伐追加。あなた任された。食い尽くしてやる。迷いなく自分の命を懸けられる兵士なれるかどうか、俺はちょっと自信ないな。反撃はこれからだ。さすがはエレンだな。次は俺を助けてくれよ。このでけえ害虫が。
やがれ。頼む、ちょっと分かったぜ。思い知ったか、これが人類の力だ。一匹残らず駆逐する。うん、ウォールマリアが突破されて5年か。ああ、時が過ぎるのは。あの頃はまだ私の他にも団長となりうる人材はいたはずだが。